ょっと早めにっていうか帰ってこれたのとテンション高いままやろうと思ってメイクしてるしつけちゃいました。今日も可愛いありがとう。2日連続で見れて嬉しい。ひなも2日連続みんなとお話できて嬉しい。そう今ねウィバースこんばんはウィバースでねたくさんお話ししてそうファンの方とお話ししてたんだけどいつもさなんかファンの方がさ結構ね質問をウィバースで食えるのねそれが全部見てるの本当に全コメントを見ててそうそれ結構ね答えてるって言わずになんかなんだろう例えば何答えたっけな今まで今日何聞いてる音楽とか好きな音楽とか何聞かれてたっけな韓国の方に好きなお洋服のブランド教えてとか今欲しいもの教えてとかあと18禁何もらった誕生日プレゼント何もらったっていうのすごいね意外と私には見えてるんですけど聞かれててそれを答えてるんですけど今日はちょっと言ってみました。答えるって答えてるって言わずにさりげないのがいい。そうなんかあんまりね答えてるって言わない方がいいのかなと思ってたけど今日はちょっと言ってみた。見てくれてるかなみんなウィバース。まだの方はぜひボイスメッセージも送った。今日19期とどうだった。そう19期とね今日はネモースさんの収録だったんです。まだ何をしたかはまだ内緒なんですけどそうかいりちゃんと写真撮ってね全容は放送されてからぜひ楽しかったよ。私は本当に人見知りで喋りかけれないんだけど今日はちょっと頑張ってあのメイメイと伊藤桃ちゃんとかいりちゃんと話したかな全員と話したかも。かわゆいちゃんとも話したしサリちゃんとも話したし全員と話したわ。同郷の子はかわゆいちゃんめっちゃ静かだった。喋りかけたらおっとりしてた。人見知りだけど頑張ったの喋りたいと思ってちょっとくしゃみ出そう。よしうんくしゃみ出た。そう5人ねね誰と何話した19期と初めてほぼ初めてだね。あんまり喋ったことない今まで。くしゃみかわいい。やだ癖強いんだよくしゃみ今日ずっとくしゃみ出てて本当にやばい。え保存しないでくしゃみやだめいめいにねなんかカラオケ行くって話をどっかで見たからカラオケ行こうって言った。おかわいいありがとうございますビビベベさんありがとう。あといとももちゃんは同い年だからコヒナカコヒちゃんって呼んでよって言ってみた。人見知りなりに頑張った。遊びに来たよありがとう。こんばんは。私かいりちゃんと話合いそうじゃない。音楽好きって言ってた。友達できたかな。増えてないかも。スタッフさんにも人見知りなんだねってめっちゃ言われた。19期からそう成田さんって呼ばれてるからね。さんちょっと成田ってあんま好きじゃないし呼び捨てで呼んでよって言った。雰囲気似てる本当アーカイブ見てファンになりました嬉しい。成田や小日向オンにしおもろ成ちゃんやだ可愛いね。韓国語話せるって見た日のもどれぐらい喋れるんだろう聞きたい。お話こひちゃんは水嶋さん呼び卒業できない
羽田さん誰髪型、そうちょっとね、もともとちゃんと外羽だったんだけど、あのピン、今日はさ撮影だったからメイクさんがいらっしゃってピンつけててね、それがとそれを撮ったらさ、なんかすごいことになってたから、あ、ウォータメロニーチェミンヌン予算分ありんがコリガン抜きょうよちんちゃモラゴブルミョンってな、ホール定番じゃん、もがよおっぱらおにありげったありげったありげった、今の顔どんな顔してた忘れちゃったまだね呼び捨てしたことあんま、呼び捨てとかしたことないあんまり、中継規制とね今日話したソルレソちんちゃろ、こんばんは、こんばんは、今日は雨ですね、でも今日はなんか気分のいい雨だった。印象に残った中学生のエピソード話したいけど、まださ内容話せないからダメだな。呼び捨てエリコさんだっけ、エリコさんも呼び捨てしてない、してないよ。アンとピーはそうちんちゃろ、イルボンがカットンボンがね、遠足雨疑惑知ってるね、ちょっとやだよそれは。でもね、ユナとかね、マサイさんのことマユちゃんって呼んでんの最近、呼べないユナ呼べない、呼べないよ。今日めっちゃ面白かったから早く言いたいわ。ファンから成田さんって呼ばれるのもいいよ、呼びたかったら全然呼んでも、もちろんもちろんいいよ。ウィバースで質問くださった方、ここに書いていただければ今答えます。全部答えてないの、まだ全部答えたらもうすごいことになっちゃう。コヒもまゆうちゃん呼びしちゃいない、しちゃおうかな、マサルさんがいいかもコヒタンいいよ、こんばんは、こんばんは、コヒちゃんいいよ全然、コヒカスの未公開写真ストーリーありがとう、全然こちらこそありがとう。コヒヒね、キロロさんその質問ここにコメントにぜひ、投票とかやったことない、投票とかしてみて、小日向さんもちょっとやだな小日向さんは小日向、小日ひな、小日向か小日がいいな、ひなってひなのおちゃんもいるから。ウィバースニックネーム表示されます、モフモフマーケットとエスタバニーどっちが好きですか、最近なんかどっちも飽きてきちゃった飽き性なの、飽き性なの、今はキャラクターものあんま見てないな、でもどっちも可愛くて好きだよもちろん、あったら可愛い、ちょっと何これ跳ねてる、飽き性なんだ。なぬんこひちゃんいらごぶるみょんてなよ、アムゴなけんじゃない、こひちゃんらどこひならどね、嘘でしょ、そうなの、飽きちゃった飽き性なの、ごめんね。家族にはひなって呼ばれてます、ひなとかひーちゃんとか呼ばれてるこれ跳ねてんだけど何ピンで止めてたからか。最近はどこか食べ歩きしましたか、食べ歩きストーリー好きです。最近食べ歩きはしてないんだけど、ひなのちゃんとホットケーキ食べに行ったカフェに
行きました。そう、飽き性なのさ。そう、ひーちゃん昔ね、昔ひーちゃんって呼ばれてたの実は。でも親、ママだけ、お母さんだけ。半身の見どころまだ言えないっすね。もうちょっと待ってて。でもね、ひーちゃん多分こう伸ばし棒の方、跳ねてても可愛いよ、ほんと。ハングゴロコヒーボーダヒナガとヤプンゴガッタよ。黒ね、ハングクサラムドゥルン、サラム、サラムドゥルン、まんな、く、ティエトゥマリル、ハジョトミエラクロンゴチョロン、ヒルル誰誰。好きなスポーツブランド、好きなスポーツブランド、え、ナイキとか難しい、ナイキさんわかんないとか、なんでも好きだよ。トゥクリッチャー、うん、ナリコヒー沼ってください、ぜひ、嬉しい。カスミンと最近どっか行ってないかも。ケープドルアディダス着てる。そうなの？そうなんだ。なんかめっちゃ柄のイメージ。私韓国のブランドめっちゃ好きでたくさん買ってます。ブランド物は好き。ブランド物憧れはあるけど、あんまり持ってないかな。でもやっぱね、あの18期が結構持ってる子が多いから、おーすごいってなる。でも可愛い、欲しいって止まっちゃうかな。でもね、それが本当にモチベなの。プレゼントします、いらないよそんなことしなくていいよ。好きだよだけを切り取ってアラームにしますね。お、大好きだよはあ。アディダスのジャージ、ナイキの靴、それヒナのアウトオブの時だな韓国のブランドだと星になっちゃった。星好き、自分はディスイズネバーだと好き。そう、さっきさ、なんかメンズのブランドでなんかいいのありませんかっていうユーバースにコメント来たんだけど、なんかメンズブランドって調べたらディスイズネバーだとって出てきて、お、これ可愛いやんって思って送りましたけど。韓国の空港めっちゃブランド物もらえるイメージある。そうなの？私は手紙が欲しい。ピョンジが제일기쁜것같아요。마음이아는방법의하나니까。선물도아마기쁜것같은데마음이더伝わるって何？著名人の番号？伝わる方法？分かんない。今年から大学生だからバイトしてるで、いつか公園行きたいです。わあ、バイト大変だよね。ひなもバイトしてました。ブランド物の手紙、どんな手紙よそれ。ノルディのジャージ、うわ可愛いよね。なんか誰かが着てるイメージ。字汚いって結構ね言ってる方多いけど、全然嬉しいよ。ノルディのジャージとか可愛さそう。里見奈さんかな、着てた気がする。ピョンジラ、うん、予診なんてどそうぼんじょこんぬんで、くろんねがちょっぽんちえねあにんがこんばんは、こんばんは、うん、おすすめの韓国ブランドね、ひな送ったよね、ユーバースに。それもね、韓国のファンの方にオンラインで、オンラインお話し会で聞かれたんだけど、全然覚えてなくて名前が出てこなかったから、ユーバースで書いたんだよね。その方がユーバース撮ってるの知ってますと思って。セクマのフォトシェフ、それな、マジわかる。韓国うまい？そんなことないよ。
空港ファッション、本田さんの空港ファッションとかめっちゃ見て同じの買おうと思ったけど諦めました。 X で乃木坂46の5期生中西アルノちゃんが好きっていう動画見ていきなり来ました。嬉しい、めっちゃ好きです、本当に好き。5月25、26握手会かロッテの試合絶対握手会です、来てね、待ってるよ。入国、え、怖い。アディダスの帽子持ってない気がする。昔ね、なんか帽子5個ぐらいあのいろんな安いやつ買ってつけてました。毎日違うの。おしゃれな人は結構マーティン・キム持ってるよね。そう、マーティン・キムもさ、本田さんと小栗さんがなんかインスタグラムでなんていうの、 PR っていうの、あれやっててめっちゃ可愛いって思った。本田さんが着ると何でも可愛いね。ノースフェイス、友達がダウン着てるイメージ。柏木さんの卒コン見てたら可愛すぎて衝撃受けて調べたら小日向ちゃんで、初めましてしました。嬉しい、嬉しい、そんなこと言ってもらえるの。ひな全然出れてなかったのに嬉しい。髪型外羽ちゃん嬉しい、外羽あんまりいないんでぜひ覚えてください。スカート派ズボン派、さすがひよた、もちろん最近もずっとね、あのメイクさんとかにひいさんに会いたいってずっと言ってるんだよね。ひいさん何してるんでしょうかねってずっと言って、今日ね卒コンのさ、ひいさんの卒コンで撮ったツーショットが私まだもらってなかったんだけど、今日1枚もらえたの、マネージャーさんが。韓国だとマハグリッド87mm、 わかんない、全然わかんない、詳しくないんだよね本当に。シャツの目が恥ずかしがってる子ひちゃん、めっちゃ恥ずかしいから本当に、あれ恥ずかしすぎるだろう。ひちゃんとこひちゃんツーショットね、でもさ、もうさ、あれ AKB を卒業されちゃったから勝手にあげていいかわかんなくてさ、あげていいのかわかんないね。ひなも久しぶりにさ、あのひーさんの SNS から通知が来て、私インスタグラムと X の通知取ってるんだけど、通知が来ててわーって叫びました。推しが推しの話してるのめっちゃ嬉しい、本当嬉しい、美術強すぎ、本当嬉しい、同じ日をたとして応援します、嬉しい、ありがとうございます、そんなこと言っていただいて嬉しい、ありがとう。後ろの壁かい、壁かい、ひーちゃんにフォローされ、多分されてるはず、されてるはずだよ。ハーフツインかな、ありがとう。うん、お疲れ様です、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。今日は朝から夜までずっと収録だったので、ずっと喋ってた、私一日中喋ってた。そう、私さ、なんか好きな本はで電気って答えたんだけど、電気って何、どんな電気みたいな、めっちゃ来てた。私はね、織田信長さん、さんつけるのかとか、あの電気とかヘレン・ケラーとかいろんなの見てました。配信前にちゃんとメイク整えてくれ、偉すぎる、本当。でもなんかやっぱ一番ね、綺麗な状態を皆さんに見て好きになってほしいから整えちゃう。肌白すぎて壁と同化してる、そこまで白くないよ。ゴールデンウィークってあるんだ。ゴールデンウィークか、今日は1時間ぐらいしようかな。えりこひなの配信いいね。またウィバースの配信したいんだよね。ウ
ウィバースで一人配信してみたい。ウィバースさんで後ろハーフアップにしてる。ちょっとこれ気になるんだけど何マジで縛り直すね。気になっちゃう、気になっちゃうから縛るね。韓国のアーティストさんしてるイメージ。韓国のアーティストさんめっちゃ見まくってるからひな。あんにょーん、あんにょーん。ウィバースで AKB の子を配信しようと思えばできるはずだよ。今声何しようと思えばできるはずしたいんだよね。交流、私さ意外と人見知りなんだけど話すのは好きだからさ、あの喋りたくて皆さんと交流。私なんか結構見た目とかあと言葉がなんていうの、言葉足らずというか端的だから誤解されることが多いから、やっぱこう話してねこう皆さんのイメージを覆したかったり、なんか言葉足らずで皆さん結構ね誤解されやすいのだから、全部私のこともっと知ってほしいなって思って皆さんとお話ししたいです。ワードセンス、ワードセンスはあるかもしれないけど、ね、マジ端的なんだよね。この間初めて握手会って言ったけど言ったけど思ってたより気さくなお姉さんと思った。嬉しい嬉しい、ありがとう。おやすみおやすみ。握手会思ったよりあったかかった。手が手かな手かな。握手会とショールームで好きになるファン多いと嬉しい。言葉足らず感じたことない？本当？唐突だ。それはそう、めっちゃ気分屋なんだよね。だから欲しいものが変わったりハマってるものが変わったり食べたいものめっちゃ変わったりするし、こひさんのことよく知ると言葉足りなくても代を分かるようになったけど、そう多分ひなのことを知ってくれてる人は分かると思うんだけど、知らない人はきっと誤解しやすいタイプなんじゃないかなって思います。ずっと明るい明るい、ずっとさキャピキャピしてるわけじゃないから。グレードアクスフェイソンヤギチャルハジャナトゥリトゥリエストゥリソヤギハヌンゴヌピョナンピョネもんか。あんまり知りません。はい、猫ミームになるよ。はいハマってるもの変わったらこまめにウィバースで教えてほしいです。ぜひ気になってくださりますか。サランゲよなどサランゲー握手会名古屋来てくれ、名古屋行ってみたいんだよね。名古屋あれあるやん、名古屋じゃないっけ、ジブリパーク。こひちゃんに沼った嬉しい。自分の K-POP 歴も10年以上あるので握手会めっちゃ楽しみ。お嬉しい嬉しい。うん、なんも K-POP っていうか、おばあちゃんが本当に韓国ドラマと、あとビッグバンさんのライブとかおばあちゃんが行ってたから、小さい頃からあのめっちゃね身近に K-POP とカンドラがあってずっと見てました。だから最初に好きになったアイドルとかバンドは CNBLUE さんとカラさんなんですよ。実はめっちゃ昔ビッペンヨン様って誰だあれ、冬のソナタ、冬のソナタとか見たことない。カラジョアエッタ、ウィバースの説明してくださってありがとうございます。ペヨンジュンに、それはダンスの先生、なんかお長いのいる。
モンミン誰だ、あんまりわかんないかも。うん、ね、K-POP 好きですよ。トンギーひな見てない、見てないんだよね。パラサイトも見てない。今見たいのはイドゥナ。こいちゃんのユバースの撮る価値ある、嬉しい、そんなありがとう。ユバースとメールどちらがおすすめ。え、ユバースは頻度が多く短文で、なんだっけ、モバイルメールは頻度はちょっとユバースよりは全然減るけど、毎回一回一回が長い。好きな方見てね、見てね。チョン、ウィボース、チュチョン、ウィバースおすすめだって。うん、夜が来た、ななななな、ななななな、ディリリラララ。おばあちゃんが聞いてた、思い出思い出思い出。どちらも撮ります、嬉しい。今まで見てきたサバ版オーディション番組だよね、全部見てると思う。かわいい、ありがとう。明日ツアー登録、早いね、あっという間だね。かわいい、ありがとうね。こんばんは。おすすめはメール、世界観わかりそう。おお、やっぱそういうなんか不思議、不思議っていうか真面目な文が見るのが得意な方はメールも面白いかもしれないです。アイランド2絶対見たい。アイランドちょっとね、見んの苦しかったけど見てました。私もマジでほとんどのオーディション番組見てる気がする。ほとんどではないかも。あの日プワンは見てない。オーディション番組何あったっけ、プロデュース、あ、プロデュース、あの最初のプロデュースも見てないかも。どっから見てんだ、私も分かんない。彼女がコシちゃんの歌声好きって言ってたことだけど、嬉しい嬉しい。プエク見てないのさ。そう、あの X1 さんのやつと IOI さんのやつ見てない。見てないの。その時多分携帯持ってなかったかも。私携帯持つの遅かったんだよね、実は。私の時代はまだそんな携帯が浸透してる時代じゃなかったので、あの学生で携帯とか、多分他の18期の子はもう多分携帯みんな持ってるぐらいの時だと思うけど。プディ48は3、4回見ました。皆さんオーディション番組見てたのかな。何が面白い、聞かせてよ。クイーンダム見た、ひなも。な、何個かやってたよね、学生って。高校生いつだっけね、中高かな。ミーアイヌン、ムロン、バッチョ、イエのね、アーユーネクスト、アーユーネクめっちゃ見たよ、ひな。面白くて見ちゃった、ずっと。ひなの推しは、あの中だったら、アーユーネク全体の中だったら、名前忘れちゃった。忘れちゃった。あ、クイーンダム宇宙少女のやつ、ひなも見てた。ケプラーさんとか出てたよね。見た見た。お、トゥワイス、シックスティンド、ナドバスソヨ、これチムデウィー、クオトゥローソヒンデリゲッタ、シックスティンチョドバスソヨ。18期は特にベクトルが違うの感じで、本当そうかな。大人だよ、大人。
16面白かったよね。こんばんは。ジミンちゃんね、わかるわかる。アイランド2出るって出てたよね。見た見た見た。ガルプラの推し、ガルプラの時はナノちゃん、剣持ナノちゃん。ミヤイへ関心ぬんさらむいっそミヤイぬん眠るかよ。うーん、ミヤイで関心ある人はリノンちゃんかな。リリリラララ。でも日本のドラマとかもめっちゃ見てたし、もうね、いろんなの、本当にテレビっ子だったの。実はテレビっ子だったけど今は全くテレビ見てないです。音楽番組しか見てない。1ミリもついてけ。絶対そうだよね。わかんない人でマジわかんないよね。マジ面白いからでも見てほしい。特にプロデュース48は今の AKB のメンバーさん出てる人もいるから、おもろいから見てほしい。GTO 見た。見てた。めっちゃ好きだった GTO。 内容全然覚えてないけど見てた。どんなテレビ、音楽番組マジで好き。ずっと音楽番組、全部の音楽番組録画してた。好きなアーティスト出てなくても。確かに昔より音楽番組減ったような気がする、頻度。アキラさんの方ですね、私が見てたのは。 GTO は、うん、お腹空いてきた。まだご飯食べてないんだよね今日。プーティ48の評価現場いいな。ビスコいらない、いらないよ。ビスコはあんま食べたことないんだよね。柏木さん卒業で戻ってきてファンになりました。夢中にさせてくれ。夢中にさせちゃうぞ。ちょっと私じゃダメだ。お笑いはなんかネタとかはあんま見ないんだけど、芸人さん自体は好きだったり。の番組、北海道の番組って何あんの。おんちゃんと、おんちゃん、わかんない。タカトシさん、確かに確かに。タカトシさん焼き弁の CM やってます。焼き弁止まらん、焼き弁止まらん、止まらん、たまらん、止まらん、たまらんみたいな。ソラさん髪切ったの？びっくり。どこまで？応援かやってるね。こひちゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは。暑い？リボンナポリンじゃね？リボンシトロンって何？うん。たまたま見たらごいちゃん、それは運命だよ、運命。リボンナポリンでしょ絶対。リボンナポリン、絶対リボンナポリンだよ。昨日の歌ってるとこ見逃すとこだった。ダメだよそれは。ダメ。北海道行きたいね。日野も行きたい。一発の歌この毎週してくれるスタッフさんなので。でもさ、あれ毎週やったらみんな飽きるでしょ絶対。たまにやるからやっぱね、あの需要性が高まるというか、需要が高まるというか。歌曲もっと聞きたいです。カラオケする今。もううるさいよね絶対。うん、
北海道で好きな食べ物、海鮮かな。うん、また出遅れた？本当？一日一曲ね、何にしようね今日。ねえひなもファミで北海道行きたかった、いつか行きたい。いつか行きたいね。その髪型好き？本当？ボサボサなんだけど、ボサボサで縛っただけなんだけど嬉しい。ありがとう。ぶどうみたいな飲み物？北海道の？なんだなんだなんだ。ぶどう？ぶどう？ぶどうの飲み物？北海道の？むずいむずい。ハスカップ？北海道、全然飲んだことない。ハスカップ苦手かも。いいな。トリトンとか夏、懐かしい。聞き覚えすごいあるわ。あるよ聞き覚え。ポイターズなど、ペニオッチ、オロスって、ちょうど音楽セット、ポイターズ、ペニオッスよ。ニョッポン、カンヌンジーヌ、モルゲンヌンジョンドロ、ボロカンヌンゴガテ、札幌ドームへ。ファイターズのファンでした、私の小学生の時は。何回行ったか分かんないぐらい行きましたって言った気がする今。札幌でラーメンあんま食べたことないんだよね。一蘭さんとか、札幌で一蘭さん食べてた。焼きそば弁当。ラッキーピエロって函館だっけ？食べたことない、食べたい。誰のユニフォーム？大谷さん。めっちゃ大谷さん。スミレ本って行ったことない。スミレ、あのセブンイレブンさんに言ってしか食べたことない。あんまラーメン好きじゃなかったんだけど、ひな昔ラーメン屋さん行ってもチャーハンとかチャーシュー丼頼むぐらいラーメン好きじゃなかったんだけど、最近ね食べれるようになったの。ジンギスカン美味しいよね。うん、大谷のユニフォーム持ってんで、今だね、ほんとね、大谷さんの着てたユニフォームの一部分みたいな家にもあります。なんか証明書みたいなついてるやつ。焼きそば弁当スープついてる。寒いから暖房つけていい？寒いんだけど、なんか急に。ジンギスカン癖強いかな、もう食べ過ぎて私慣れちゃったかもね。スープカレー美味しいよ。スープカレー沼しそ、札幌ね。ゆんめってなんだけど、なんかどう忘れちゃった。もう頭待ってないわ。今年も北海道行って、北海道帰りに劇場公演行くのは今年の目標。お、いいやんいいやんいいやん、連れてって連れてって。エスコンフィールド行ったことないの。その時にはもうね、こっちにいたと思う。嘘かも。それか地元にいたかも。北海道ね、行こう、一緒にみんなで行こう。北海道ツアーしようじゃ。北海道でバスツアーしようじゃ。いいやん、関西弁なってる。嘘、なんで。帯広から札幌、うわ、馬で北海道し、何ヶ月かかる。やっぱさ、北海道出身だから北海道のことたくさん聞いてくださる方多くて嬉しい。知りたいと思ってくださってるのが嬉しい。稚内行ったことないな。そういやね、関西ってか、あの大阪に友達がいて、最近その子とよく話すから、めっちゃね、映る。関西弁って映りやすくない？なんか
好き関西弁なんでやねん。どう、うまい？なんでやねん。車で北海道旅行いいな。ひなも北海道でドライブトーク企画やりたい。こうなんかいろんな場所にさ18機なんか散りばめられててさ、拾いながらトークみたいなね。関西弁映りやすいよね。あ、えりこさんに怒られる。えりこさんが可愛いからね、映るんだよ。好き、いなもしたい。あいのりって何？なんか名前聞いたことある。似てはない？昇格まだしてないです私実はしてない、まだ18期です。ティナーニーこんだりこまおよん。あいのり知らないの？聞いたことある名前は、でも知らない、見たことない。ゆりちゃんやるかいない。本当にゆりこさん好きなんだよ、本当に推しなんだから。 NMB 入った子は関東ん NMB に入った関東の子は全員関西弁。やっぱそうだよね。なんをあんまり発音しないでなんでやねんってネイティブっぽくなる。ねやねんってことねやねんってことこんばんは。こひさんの丁寧な言葉遣いが好きです。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。あんねやねん、あんねやねん、わかんない、むずいよ、むずい、むずいね。じっとめできない、できないっす、絶対できないっす。カシミンとかユイチめっちゃ方言強いよ、ずっと方言な気がする。何々したって言っとったじゃんみたいな。何々すなんかユイのねお披露目前の方言強すぎて何言ってるか分かんなかったイメージ。大阪らはあれでハリドリで聞いたかも。水筒よ、何も水筒よ。カスミンってエセ関西弁なの？プサン弁？モハノこれプサン弁？プサンサトリマンナ？マンヌンガ？オッパっていうね。オンニーマンナ合ってる、これ韓国の方言むずいて、うん、博多弁って何？どんなの？水筒用しか知らないかも韓国の話めっちゃ笑ってんね、おもろ。うわ、サトリドアラテバ、ちんちゃろ。プサン住んでます。お、プサン너무가고싶은데、가고싶은데韓国語できてすごい。そんなことないよ、韓国のサトリ、あ、間違った、韓国の方言あんまり聞かないからあんま知らないんだけど、合ってんのかな。合ってる、マジャヨ、サトリ、アルリョージョなんて。こひちゃん押してもいいですか？ぜひ押してください。皆さんからの愛が欲しい。マジャチンチャロ、おっとっととっとって、おっとっととっとってって言っとったとに、なんでとっとってくれんかったと言っとって言っと、読めない。大阪弁にらんピスタ、ピステチンチャロ、ウェオディガ、コヒチョンジェーね、アニンデ、天才じゃないよ。コヒちゃんが標準語だと思ってた実は方言だった言葉なんだっけ、なんかこの間見つけたんだよね、この間言われたんだよね、それ知らないみたいな。
鼻つっぺとかあと何だったっけな、あと1個あったんだよね、これ方言って初めて知ったみたいなやつ忘れちゃった、おっちゃんことか。おっちゃんこ言わないらしい。ジョッピンカルって何？それ北海道弁？知らないわ。あずましい言うね。投げる、投げるは方言って知ってたかな。11時半までやろうかな。みんな見たいでしょ？見たくない？手袋履く、履くって言わないの？なんて言うの？逆に。しゃっこいは北海道弁だよね。鼻つっぺ、鼻、鼻つっぺ。ぽぼしぽ。よるとしかじへ。ああ、ちょんりょ。寝たい？え？寝たい？寝たいって？マジお腹すいたんだけど。配信頑張ってありがとう。楽しいから頑張るとかないんだよね、いつも全然頑張ってない、逆に楽しくて普通に友達と話してるって感じ。こんばんは、こんばんは。わや、わやめっちゃ言うわ。でも北海道弁って知ってた。お父さんめっちゃわやって言うんだよね。わや、わやだべやみたいな言う。方言憧れる本当。痩せすぎ？そんなことないよ。今ダイエット中なの。こんばんは、なべちゃんさん、こんばんは。わやだべにだそんな言わない。小ひなちゃんはじめまして。友達3000人増えた、すごい。わやってなんかやばいみたいな。お肉いらないよ、ダイエット中なんだってば。言ってるじゃん。幼稚園。小ひなちゃんの配信面白くてめっちゃ嬉しい。嬉しい。最近はね、なんだろう、ダイエット何してるか分かんない、何してるか分かんないけど頑張ってる。アズ生誕のフェイントがすごすぎて、本当に久しぶりにね踊ったからめっちゃ気合入ってた。ちなみにどこ出身？北海道です。ドサンコ、ドサンコワイド。この間のフェイントマジで見てほしい、気合入りすぎてるから。でも足がちょっとあんまり本調子じゃなかったからあんまり飛ばなかった。すごい目つきしてた。どんな鷹のような目してた。怪我大丈夫やで。鋭い目。やだー。生命維持に問題。そんな、そこまで捨てないよ。目で全てを制する、本当？そんな、嬉しい。気合入ってた？本当？そうかな。ただね、めっちゃ楽しかった。嬉しい。見てくれたの？嬉しい。ありがとう。めっちゃ気合入ってたあの日。そんな鷹の目残しちゃう。そう、その鷹の目してるイメージないんだけど、自分で目開いてる。逆に怖。目力あるって言われたことないんだけど。ほんと？4月27日の握手会で初めてお話しさせていただくのですが、日本語と韓国語どちらで、もちろん母国語でお願いします。韓国語は韓国の方とね会話するけど、もちろん日本語の方が私も母国語で楽ではあるので。白目やだよ、なんで見せなあかんねん。日本語しか話せない。ぜひ日本語でお願いします。初見です、はじめまして、成田小日向です。キツネ姿、そうキツネなんだっけ、あれニック、ニックニックになります。ヨンオヌン、うん、長軍
まん。くんでパルムパルミチョンゴがあったよ。ヨンゴヨンゴノレガトンゴヌマニヘソスニッカヘタオゴダヌンガノレルマニグルゴイスニッカチョーグン。이제부터일본어말고한국어로만대화해봐야겠다나왜왜こないだのただれん足怪我してるとは思えないくらいのパフォーマンスすごかった。嬉しい、ありがとうございます。久しぶりに劇場公演出れるのでめっちゃ気合入ってました。夜さん、くまさん、ありがとうございます。初めて公演で声出した時に目から出る不思議なものに釣られました。嬉しい。そこミラコーン一つ一つ目線が決まってる。嬉しい。一発の歌が素敵できました。嬉しい、ありがとう。昨日の聞いてくださったんかな。嬉しい。なんでご表紙になったか覚えてない。気になるわ、さすがに気になるね。最近全然お会いしてない。綺麗になられて嬉しい。自分で公演出演回数覚えてるな、数えてるな。よーあれ白白白よーボダヌンハングゴー。あ、去年押していいですか。もちろん。オネルドのレヘヨハン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 ココマン。そんなこと言わないでよ。最初からいいなって言って。コヒさんの初日のフェイント、初日のフェイントとかもやばそう、やばそうやん。そんな好きになってくれたの嬉しい。36回だって、はあ、わあ、そうなんだね。自分はたまたま YouTube で流れてきた歌声でした。歌声流れてきたの YouTube で。そうなんだ、切れ長。確かにそれはそう、あんまりいないよね切れ長め。ポップソングってどんなの？さ、歌詞あれば何でも歌えるんだけどさ、歌詞がないの。携帯2台持たなきゃやっぱダメだよね。ねえ、やっぱショールーム配信とかするなら2台持ちやっぱそうなんだ。どうやって2台持ちするの？えりちゃんし、確かに確かに。沼って、もちろん歌詞にいるから。4台 iPad ね、頑張るわ。じゃあひな5台、ね、ゆいりさんプロフィール帳に可愛い人のとこコーヒー書いてたね。見たよ、嬉しかった、嬉しかったな。ひくでポンパクリってセイロサーニッカよ。パッキゴパックゴシポパッキゴシプンで지금은엄마없어서못해혼자서가고싶지만어떻게하는지모르겠어携帯どうやって帰るか分かんない一人じゃいけない、一人じゃいけないの。あずちゃん仲いいよねえ。コヒーリー待ってるから頑張って仲良くなりたいですね。前使って端末持ってないの、持ってないの。そう、持ってないの。チムカードマン、バックミョンテよ。ちんちゃう、おとか、おとけはぬんごんじ。あ、よ、持ってあげたい。気持ちだけで嬉しい、ありがとう、そんなこと言ってくれて。気持ちが嬉しいよ、そんな、みんな。そう、なんかさ、リバースとかでもさ、なんかプレゼントしたいから、私まだ研究生なんだけどねいつかプレゼントしたいから 何か欲しいもの教えてとかめっちゃ言われるんだけどさ、気持ちだけで嬉しい、本当に。それ嬉しい、ありがとうね、本当に。手紙ください手紙なら受け取れるから、ありがとう、本当に。そんな風に思ってくれて。変なプレゼント嫌だ
やだよ。気持ちありがとう。気持ちだけください。好きって伝えてください。それが一番励みになります。嬉しい。あ、くそ、いらないよいらないんだけどこんばんは。ね、バースデーカード見たよ。クロミちゃんのバースデーカード見たい。ありがとう。ちゃんと見てるよ、手紙全部一枚一枚見てます。スタッフさんに弾かれてなければアルノの名前忍び込ませて。前髪パリパリなんだけど大丈夫そう。気持ちだけ送ってく、ありがとう、嬉しい。 X のさ、ハッシュタグ今日のカフェインとかでも書いてくれるのめっちゃ嬉しくて力になってます。ありがとう。好きな漫画、漫画は7を見てます。漫画もそうだけどアニメもちょっとだけ見た。生写真忍び込ませて届かない届かないの。お手紙って結局何伝えるのがいいか分からなくてやめちゃう。そっか。でも本当に好きの2文字だけでも嬉しい。やっぱ手書きってね嬉しい。矢沢愛さん、そう、矢沢愛さんの7めっちゃ見てる。え、全コンプすごっ。ナナは友達とコヒさんに会うよねって言ってた。本当に夢見にも言われてさ、私今のあのメッセージアプリあるじゃん、緑のはいっていう感じのあのアプリのアイコンナナなんだよね。実は夢見がさ、コヒにコヒっぽいって言ってくれて、写真送ってくれて、送ってって言ったんだけど、アイコンにしたいから似てるって言われて、そう、大崎奈々ちゃんだっけ、違う方だっけ、藤崎どっちだっけ。そう、夢見がね似合うって言ってくれたから LINE のアイコンです。あ、 LINE とか言っちゃった、 LINE のアイコンいいね、ペンライトいいやん。はーい、はーい、ヘロー。別に LINE いいのかないいよね、うん、コヒさんのレッツ出てくる、嬉しい。髪切んなきゃかな正源寺陽子さんだったんですか、嬉しい。セロンスローガンマントラやし、スローガン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 、ハングゴル、スローガンにラゴヘ、スローガン、キッポッソを飲む、チョウミラソ、オンラインテド、ユギ、ヘッソッチ。中西アルノちゃんに会えてない、ね、会えてないよ。どこに行ったら会える、教えて教えてなんかあれ行きたい、いつかスパイシーセッションの観覧、いつかヒナがいるかも、頭構造部映ってるかも、ヒナの。コーヒー飲むにゃっぷん、イサンヨン、チンチャーロ飲むきっぷんで、アズちゃんとダブルセンター、そんなんできたら嬉しいっすね。会えるというより共演ねえ、そんなんできたらもう嬉しくてしょうがない。 CD ショップいいね。藤島かほちゃん、年下の子ですよね、北海道見たことある、共演、いや観覧で十分ですよマジで、こんなん十分。モヌロシエップシネチンチャーローチャーリョンイッソキッテムネイロンモニボッソX のアイコンすぐ変えたくない。ヒナもね LINE めっちゃ変える人だった、今は変えてないけど。あんまり、こんばんは、こんばんは。あるのかな、ね、仲良くなりたい、友達になりたい、恐れ多いですが夢の夢、大志を抱いております。
自分がここにいるのは必然だったわけじゃない。感じるよ。優勝は無理よ。うまい方いっぱいいるよ本当に。チャギオシンがねえ、おまがサジュシンオスイボッサよ。みんな眠くなってきたでしょ、知ってるよ。アルノちゃんに会ったって。え、ひなにも会わせて。でもあんまりしつこく言ってたらちょっとね嫌われちゃうから、あんま言わないの。あんまりね、しつこく言ったらあれだから。正直眠いって。え？え？聞いてない。あと2週間ちょっとで韓国ファンミ。早い早い。コーヒー飲んでない。あ、みんなコーヒー今飲んでる。韓国ファンミ早い。どうしよう、韓国語できないな、全然できない。ひなの声眠くなるって言われちゃう。会えたら泣く。泣きはしない、絶対叫ぶかな。うん、見ぐりね。次は行けたら行く。寝落ちしないで。韓国で何食べたい。韓国ではサムギョプサルとサンナッチ食べたい。お肉3枚、豚の三枚肉と、あの動くタコ、生きタコ食べたい。カツタコっていうのかな、なんて言うんだろう。キムチさ、キムチちょっと食べてみたんだけど辛かったんだよね。めっちゃ鬼のライン来てんだけど、誰見れないよ、ひな配信中。ね、空港の写真撮ってくれるかな、みんな。ひなのことなんかスタッフさんだと思ってモザイクかけられないかな、大丈夫かな。空港さ、飛行機さ、楽な服装じゃないとさ腰痛くなっちゃうんだけど、どうしたらいい、どんな服着たらいい。服ないよ、服ない、そんなに服ない。17時半まで服着なく、それはちょっと犯罪なんで、絶対入国できないよマジで。韓国 Vlog 良かった、嬉しい。ジャージもさ、高校のジャージしかない、高校バレちゃう。ダメ、韓国って寒いかな。今どうなんだろう、雨降ってるって。おいりょ、사진찍어도돼요예쁘면그날이예쁘면この服やだ、고안패션きで始ま、きで始ま、生誕ティーちょっとありちょっとあり、ちょっとありだね。そんな私、見つかるほどの歌声持ってないんです。まだまだ場数を踏まないと、私緊張しいなんで声震えちゃうんですよ、歌う時。一発ルームでお分かりいただけたと思いますが、緊張しいなんです、とっても。Vlog 嬉しい、好評で嬉しいです。こんなひとみちゃんと話した。グループ在籍中はお話しさせていただきました、ありがたいことに。推しなんですけど嬉しい。水島美優さん、最近ご飯食べてますか。食べてるかな、食べてるはず、わかんない、どうなんだろう。ご飯食べてますか。聞こえない。ザンギ食べるといい。そうなの、油で喉通る的な。いいやん、ザンギ食べなきゃザンギ食べるしかないか。ゆいちゃん、ゆいちゃん、どのゆいちゃん、ゆいちゃんいっぱいいるよ。韓国 Vlog パート2있으면좋겠다、などパート2あったらいいね。
こいちゃんご飯食べてる、初めて見たで細くなってる、最近ダイエットしております。実は本田さんとは韓国語で話した、話したよ、話してないわ、韓国語で話してないわ。最近ゆいち元気、ゆいち元気だよ。めっちゃね、いたずらしてくる、ひなに一番する気がする。かわいいです、いたずらっ子。ひながドア開けようとしたらね、閉じ込めガーって力入れてね、開け、バッて開けたら走って逃げて、あーって言ってる。本当にね、子供かわいい。細いの、いやーやっぱあのね、移りが良くなるようにシュッてなりたい。ブッね、アンレイムも頑張って、大変そうだと思うけど、えらい若いのに、ゆいちゃん。19期さんで気になるメンバー、あ、コーヒー韓国語、嬉しい、なんか嬉しいね。やっぱ村山さんにも言われたけど AKB っぽくないって。やっぱ同じ顔いっぱいいても多分皆さん気にならないと思うので、違う顔がいるということで知ってください。コミファンですが、お話し会でコーヒーちゃんが面白いなと思ってきました。嬉しい、嬉しいね。あの、なんだっけ、そう、19期気になる子、気になる子なんだろう、まだ全然関わって、本当に今日初めて関わったのであれなんですけど、かいりちゃん面白そう、かいりちゃん、あと伊藤桃ちゃん、あの同い年だから仲良くなりたい、友達になってほしい韓国のガールズグループ無理だよ、ダンスにそんな上手くない、もっと痩せなきゃ。原田めいちゃん、めいちゃんとカラオケ行こうって言った、行ってくれるかな。かいりちゃんマジ天然だと思う、おもろかった、ほんとマジ放送楽しみにしてて、おもろいから、今までの人違うタイプの顔、嬉しい、嬉しい、うん、ありがとう。ヤギさんの口調の真似できない、朝にしかできない。水拳って何、こいちゃん天然じゃないよ、全然全然ないよ、全然違うよ。全然違うよ、仲良くなりたいな。他のアイドルにもいないと思う、本当唯一無二、嬉しい。クッション明日朝早くない。 MBTI はね、 INFP 日本人で一番多いはず、びっくりできない、できない。ジャッキーチェーン、すごっ、おもろ、おもろいな。明日ご旅行、うわー、そっか、頑張ってね。明日は夢見とデートします、ははははクリオネの真似、捕食シーン、クリオネの捕食シーン、あず本当に口開いてるよ。クリオネの真似うまくね、昇格してないんです私してないです、わかる、構想よく知ってるね。星彦でこいちゃん会いたい、会いに来てね、待ってるよ。クリオネってバッカルコーンのイメージ、クリオネ似てるでしょ、クリオネまで笑った、ほんと INFP なの、そうそうなのさ、実は INFP です。めちゃめちゃ静かっていうか人見知りっていうかやっぱね、こう普通のクリオネの真似しても面白くないんで、誰でもできるから、バカルコーン、うん、ね、可愛いのに食べるときちょっとこれそれな、でもクリオネいっぱい見たことあるよ、いいな。 INFP です、 T じゃない。韓国の人に行けそう、そんなことないよ、でもたくさんファンになってくれたら嬉しいな。
圧、圧ってなんや。ESTJ、全部違う。真反対だね。おもろい。みんなの、みんなもやってみてね、MBTI 診断。なんか性格診断の中で一番詳しく知れるっぽいので。ルセラフィムさん知っております。もちろん。アイズワンさん大好きだったので。クリオネいる水族館少ない。そっか、そうなんだね。初見です。はじめまして。お、イチゴ？イチゴがいる。宮脇さくらさん好きですよ。もちろん努力家だし、表情がやばくてチッケムずっと見てますね。北海道クリオネ多いんじゃない？確か。ひなも INFP からずっと変わんないの。何回やっても INFP なの。本当にそう、変わらない。一回も、一回も変わったことない。なんかさ、自分的に T じゃないのかなとか J じゃないのかなって、 E ではないんだけど、 TN と JP があれ、なんかそうなの、本当に INFP かなって思うから何回もやってんだけどね、うん、変わらないの。髪型新鮮？そう？ハーフアップ、ハーフアップだよ。うん、でもさ、短いからなんかシャギシャギしちゃうんだよね、こうやってブエってまとまりがないの。今日の配信11時半までです。やります。コヒーヌシーユティアニア、お、あ、にんでくねきっぽくろんまい。 INFP 同士相性、え、 INFP 同士良さそうだけど、ひなとゆめみいいから髪切らない、この前で切ったばっかりなの、実は。錦糸町の握手会の日に切った。ハーフツインはめったにありません。珍しいんだよ、あの日珍しかったんだよ。だから本当にめったにやらないよって言ったの。ハルコンで思うこといろいろあったから、オンライン手紙、おー嬉しい、嬉しいのか、なんかどういう思うことかわかんないけど、ありがとう、待ってます。 ENTJ、 お、 N が一緒だね。ひなも他やろうかな、でも時間かかるよね、ちょっと長い長い長いよね。T と F の違い、 T と F 結構違う気がする。なんかね、なんだろう、感情的とか、 F の人は感情的な気がする。そう、リボンだよこれ、守りたいこの笑顔、嬉しい、あははは。阿部寛さんありがとうございます。これはユナに結んでもらった。今日乃木坂山下美月さんの卒業は辛い。そっかね、推しの卒業は辛いよね。推しの卒業ほど辛いものはないと思ってます。私もオタクなんで、本当に本当に本田さん卒業発表された時もうどんだけ泣いたことか。もうずっとね、真っ暗な部屋で泣いてましたよ、一人で。何回泣いたんだろうってぐらい泣いた。10回は泣いてるかな、卒業発表から卒業までの間で。錦糸町の握手会でコヒちゃんと初握手しました。ありがとうございました、嬉しい。ひーちゃんの卒コンですごい泣いてたの印象的。もう泣くよそりゃ、本当にあんなにお綺麗だし、推しのだってずっと大好きだった人の卒業コンサートに私も立ってるんだよ。そんなん嬉しくて、寂しくて、嬉し寂し泣き。あとあれでも泣いたしね、握手会でも。そう、私より泣いてんじゃんって言われたのまさかバレると思わなかった、バレたくなかった、お恥ずかしい。そんなキャラじゃないのにね、私そんな涙もろくないんだよ実は。ひーさんのことになったら涙もろかった、自分でもびっくりした。そんなに泣くのって。こひちゃん
久々に配信見た、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。卒コンで泣きすぎたから卒コンで泣かなかったの。卒業公演はひーさん本人が泣いてらっしゃったので、これは私が出る幕じゃない、絶対に泣かない、絶対に目立っちゃダメと思って本当に我慢しましたね。やっぱ本田さんとファンの方が作り上げてきた空間、作り上げてきたこう思い出とかがたくさん、最後なので本当にそんなポットでの後輩、私がそんな泣いて、そんなね、泣いてっていい場所じゃないと思ったので、本当に歯グーって、もう歯削れるんじゃないかぐらい歯食いしばって泣くのが我慢しました。え、もう21分だ、わー、ピンちゃん保護しっぽんの、あの保護しっぽんで19期生に何て呼ばれて、多分成田さん、今成田さんですね。そうだったのか、偉いね、ありがとう。改めて思い出すと泣きそうになるから、偉いって言わないで、泣いちゃうそういう気遣いができる子じゃ素敵、嬉しい、少しでも知らなかった、本当に良かった、本当に18期で合格できて良かった、嬉しいです、本当に知った、ボコオロはって感じ今日何の歌歌おう、全然歌考えてなかった、歌詞わからんしな、これ春が来るまでとかもないもんね、うん、どうしたらいいの、イケメンの歌じゃなくても全然大丈夫。あと何だっけな、何言うと、歌曲がいいかも生の主題歌歌えない、ストイックあんのかな、これカラオケ、カラオケあったらカラオケの方がさ歌詞出るよね、きっと。成田さんの研究生の札なんで知ってんの、ボロボロなんで知ってんの、なんで知ってるん、どこで見た、一応さイヤホン持ってきたんだけどさ、メールの時代に映ってた、マジ、そうボロボロなの、なんであんなボロボロなの、カバンの中でボロボロになってるわけじゃなくて、ダンス中めっちゃさ当たってさ取れてなビョーンと飛んでったりするのさ、みんな服に穴開けるの好きじゃなくてパッチンで止めてるんだけど、結構手当たったらビョーン飛んでくんだよねそうなの、ちょっとこれカラオケって書いてるからこれピッと押してみていい、お、え、お、あ、あった、じゃあストイックな美学にするね、これあったから、最後だけど、最後っていうか、これ声聞こえる、あ、聞こえておりますでしょうか、設定ってどうやってやんだっけ、これ分かんない、忘れちゃった、聞こえますか、これひなに聞こえないんだけど大丈夫そう、なんか前やった時聞こえた気がするんだけど、聞こえてるの、あ、一番だけ、掴んでいるのだろう。
プチ終わり終わりということで、最後ちょっとハモリなんですけど、ハモリだからね、ハモリ歌っちゃったけど終わり。今日の一曲はストイックな美学でした。久しぶりに歌った、よかった、覚えてて。怖い怖い。はい、じゃあランキング見たいと思います。ありがとう30分になっちゃった、ごめんね。すごい上手、嬉しい。待って、押せない、押せた。じゃあ13位トモアと19曲。押し返しないって言ってなかった、読まないよ、いいの。12位阿部寛さん、ありがとうございます。11位ゆうぼうさん、ありがとうございます。10位ティナンニー、オヌルマニエゲソチワッソーなどチワッソーよこまおっそー、ありがとう、ありがとう、ありがとうって言っちゃった普通に。9位朝でやっと恋のしかがたん、ありがとう、嬉しい。8位エスナシさん、ありがとう、ルナミシ7位ヨラと中西アルノシカ、私もありがとう。6位スーパーエスメロディーさん、ありがとうございます、ありがとう、ディスコはいらん5位下谷さん、ありがとう。4位ワタメロニー、おぬれどこまおよん。3位マサコ部屋さん、ありがとう、トイプドルだ。2位玉龍さん、ありがとう。1位ビビアンドベベさん、ありがとうございます、ありがとうね、上手だった、ありがとうね。早くやっぱ足直して劇場出れるのが一番なんですけど、今は休みの期間ということでショールームを頑張りたいと思います。毎日できるか分かんないけど、できる限りしようと思います。で1日1曲ね、頑張るね。ありがとう、みんないい夢見てね。おやすみなさい、アンニョン、チャイチャイよ、おやすみ、バイバイ、グッバイ、シーユー、バイバイ、おやすみ、トーン。